第6節広島対ガンバの一戦です。立ち上がりにゲームは動きました。前半2分広島サロモンソンのクロス、こぼれて野津田のラストパス、反応した柏のシュート先制。そうですね、右サイドから、ね、クロス上がりましたけど、柏選手のポジショニングとそれが最後ね、スルーパスを出した野津田選手の、ね、体の向きですよね、はい、あの能力で出したパスが非常に効きましたよね。そうですね、はい、このゴールで先手を取った広島。続いて7分広島、反転した柴崎左足のシュート。まあ、これは縦パスも、ね、非常に川辺選手良かったんですけど、まさに柴崎選手、ね、左足でシュートしたことによって非常にこう力が抜けたかなと、いうふうに感じましたね。コンパクトに、ね、振りましたね、このゴールで2対0点差を広げます。後半に入ってガンバ、こぼれて拾った矢島、コントロールショット、クロスバー、これワンステップですから ね、そうですね、これが入っていればね少し流れが変わったと思うんですけどね、こういったちょっと少し、ね、運もねなかったかなと思いますね、続いてガンバ79分米倉、最後はアデミウソンの右足、反転からのね早いですよね振りがね、85分広島、渡りが溜めてここでギアを上げて加速、引きつけたアウトサイドのパス、ドーグラス・ビエイラパスの川辺、最後ね落ち着いて川辺選手決めましたけど、渡り選手はねしっかりと大迫選手がボールを握ってからの切り替えと、それからおそらく最初は、ね、時間を使おうとしていたんですけど、そこからスピードアップしたその変化、そこがねやはりこうゴールにつながったかなと思いますね。この川辺のゴールが決まって3対0。